宝満山のかまど神社に来ております。縁結びの神社になっておりますんで、なんとしても縁を結びたいなと。かまど神社本殿前までやってきました。こちらが西勝の木と呼ばれるものですね。山頂の方に西勝の木があって、親しい人々との再会を記念されたと。天照大神にね、そうか、引っ込んじゃったんだよね、天の岩戸に。でそれを出すために天の渦の御事が踊って、でそれでガーって出てくるんだよね。ちょっと早く昔のっぽく言ってもらっていいですか。お頭の木っていうのは、天の渦の御事が、天の渦の御神が岩戸に閉じ込まった時に、天の田力をとか、そう従えて天の渦の御事が踊り踊ったことによって、天照大神がまた出てくるっていう、ね、天の岩戸から天照大神が、天の渦の御事のどんな気がするか見てください。愛媛の岩、目を閉じて歩いて、こっから向こうの岩までたどり着いたら恋が叶う。もうとりあえず目つぶって行ってみます。ちょっと人来てるんで危ないです。どっち？はい、もうちょいです。もうちょい、あと少しです。右ガス、はい。全然違うじゃないかよはい、おみくじね、これがやっぱり肝ですよ。でもなんか種類がありますね。宝の、満ちたる山、宝満宮のかまど神社みくじ。これは多分決められてるね、ネウストラウの、十二支プラス月で決まってるんです。で、こっち、みくじ、おついてない、みくじがありますね、おついてない。おみくじ、こっちはおついてる。普通のおみくじ、恋みくじ、思いを結ぶ、花言葉が結ぶ花みくじ、どれにしようね。やっぱ恋みくじでしょあ、2個残った。あ、こっち。はい、引きました。恋みくじ、かまど神社、宝満山かまど神社、第25番です。開けましょう。頼むよ、頼むよ。うらっ、すげーきつい。うらっ、して、演算、話があってもまだ早い。愛情運、夜も昼もなく、恋焦がれても高嶺の花です。しかし恨んではいけません、思い切って諦めなさい。こちらお守り売られてるところ、すごいおしゃれね。買ってきました。やっぱこれ一番なんか特徴的なものでしたね、恋守り。開けちゃいましょう。これはでも効果ありそうだよね。巻いてみましょう。はい、ね、ここからやっぱ山だから、すげえ。あー、太宰府一望できますね。あー、見事見事。で、多分もうすぐそこ、太宰府天満宮も多分もうすぐ麓にございます、ね、すごいいいね。しかも今ちょっと霞がかって奥の方、宝満山かまど神社さん参拝してまいりましたけれども、
まあ、恋みくじはちょっとね末吉だったんですけれども、まあでもここ来たからやっぱりね、ちょっと今年これから本当にご縁だったり恋愛だったりそっちの方をちょっと力入れていこうかなって改めてね、思うようになりました。ちょっとね塞ぎがち恋に臆病になってましたけれども、まあ、結婚の方にももしねご縁があればいいななんて思います。37歳新社会人、結婚も頑張ります。